12番時バンクール最後にゲートに収まります枠入り完了スタートしました押しているのは8番一輪走内から2番の電光メジャー出ていきますさらには外目から11番のファルネーゼブルー上がっていきましたダッシュよく11番ファルネーゼブルー先頭に立っていきます 2番手集団が広がってきて外から10番の福のバランス8番、一輪走、2番、電光メジャーに12番の時のバンクール前に迫っていきました先段固まって1コーナーのカーブ9番、グランシェフがその後ろ前から6投目少し開いて4番ビップゼロワン、VIP01 外から並んでいく3番、スイートウィスパーです。残り戦後前は通過。 先頭に立ったのは11番ファルネーゼブルー体半分のリード10番の服のバランス12番時のバンクールが迫っていきます外枠3頭先段を形成して向こう上面4番手2番の電光メジャー800を切りました8番一人相が押して4番手の外側あとは9番グランチェフ3番のスイートウィスパー2馬身3馬身後ろ4番リップ017番コルクこれに迫って5番ガナドゥール6番の金色のボス最高峰は1番のトータルプラスです 前は参考のアカーブに入っていきます。逃げる11番ファルネーゼブルー。 体半分4分の3馬身のリードをキープ2番手10番服のバランス変わりません4脚を切りました3番手手が動く12番時のバンクール4番手から2番の電光メジャーさらには8番一人層が迫ってくる4コーナーカーブから直線外へ行ったのは3番スイートウィスパー前の争い逃げる11番のファルネーゼブルーに後続迫ってくる10番の服のバランス間を狙う2番の電光メジャーあとは追い込んでくる7番のコルク外から伸びてきました先頭変わって10番服のバランス外から七番のコルクちは盛り返して 番ファルネーゼブルネブコルク差し切ってゴール広がった争いから最後は7番コルク外を伸びて抜け出しました勝ったのは7番コルク2番手3番手は混戦となりました直線一旦先頭10番福野バランス内は先行して食い下がった11番のファルネーゼブルー最後は2番の電光メジャーも足を伸ばして2番手3番手の争い広がっています